JR 東日本によりますと、昨日午後10時前、千葉県鋸南町で JR 内房線の下り列車が線路内に入り込んだイノシシと衝突しました。列車は急停車しましたが、乗客乗員およそ50人に怪我はありませんでした。イノシシはその場から走り去ったということです。この事故で列車はブレーキの一部が壊れ、およそ2時間にわたってストップしました。鋸南町ではイノシシが出没することは多いものの、こうした事故は珍しいということです。